今からスキレットで卵焼きを焼きます。今日はお砂糖たっぷり甘玉ちゃんよ。まずはスキレットをプレヒートします。煙が出るまでしばし黒い鉄板を見つめてください。卵4つです。このスキレットは使って何年かな、5年ぐらい経ちますね。もういい感じに馴染んでいるので、そんなに使った後油塗らなくても大丈夫ですね。テフロンのお鍋でこの使ってたんですけど、テフロンが剥げてくるのがすごい嫌になってきて、そういやうちにはスキレットがあるじゃないかと思い、最近は何でもスキレットで焼いたり炒めたり煮たりします。うっすら煙が立ってきたので、これぐらい煙が立ってきたら油を引きます。あ、そんなにプレヒートで煙が出てるうちぐらいはとっても熱くないので馴染ませるぐらいは大丈夫なんですね。ちょっと火弱めます。中火ぐらいかな。いきます。これぐらいブクブクしてる方が綺麗に焼けますよ。早く使うから巻いていきます。まだまだ取っ手は持てるので、私は別にそんな手の皮が熱いわけじゃないんで、と思ったらちょっと弱めてもらって、ちょっとお砂糖入ってるので焦げやすいですから、ちょっと気をつけてもらって、よいしょ。ここまでいったらほとんど火は弱くしてしまって大丈夫です。切ります。もうこれぐらいで結構すぐ焼けちゃいます。いいよ、意外とひっついてないでしょ。これぐらいの勢いで焼いちゃえば卵焼きも全然綺麗に焼けるので、あとはちょっと形を整えてやって完成です。よし、熱いかな。
卵焼きの完成です。ちょっと中を切ってみましょうかね。よいしょ、こんな感じ。結構きれいに焼けます。何分ぐらいかな、3。焼き出したらほんまにあっという間焼けますよ。やってみてください。